池田重都氏は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての僧、大名。張間国神宮藩初代藩主。元は、本願寺の傍観であり、下妻義弘と名乗った。下妻家池田家初代。本願寺の傍観、下妻雷流の長男。はじめ、父と共に、東本願寺の卿女に仕えたが、卿乳と相性が悪く。 父が死んだ慶長14年に、叔父の池田テルマサのもとへ出奔した。大広氏は、学識や武芸に通じていたことから、テルマサから士官を勧められて三千国をもって、テルマサの着手、年高の補佐を命じられた。慶長18年、年高が家督を継ぐと、池田姓を与えられて、池田重義都市と改名し、翌慶長19年には、池田市重臣として、 徳川家康に配慮している。大阪の陣では、池田と下か、忠次兄弟の幕下で、天ヶ崎城を守って先行があり、戦後に、追井の武部正長と共に、川辺軍、西成軍で一万国を与えられて、天ヶ崎藩成立と共に大名となった。現那三年、宗主である、姫路藩主池田氏の天保により、針馬一刀軍一カル宋に天保。 寛永三年には、針間一等軍新宮に陣屋を設置し、新宮藩を創設した。寛永八年に四十六歳で死去し、家督は長男の重政が継いだ。重都市の姉妹は池田照正の命に当たるため、日置忠田都市室、竹部光重室、徳永正恵、聖室、大久保劇室、庭みゆ元室はすべて池田照正の幼女として、と継いだ。 ありがとうございます。